エリーザベト・フォン・ビュルテンベルクは、神聖ローマ皇帝フランツ二世の最初の日、ビュルテンベルク公フリードリヒ二世を意言とその日で、ブランデンブルクシュベート辺境白、フリードリヒ・ビュルヘルムの娘であるフリーデリケ、ドロテア・ゾフィアの間の三女として、トレプト・アンデア・レガで生まれた。後に、初代ビュルテンベルク王となる、フリードリヒ一世は兄、ロシア皇后、マリア・フヨードロブナは、 姉にあたる。15歳の時、皇帝ヨーゼフ2世によってウィーンへ呼び寄せられ、カトリック教徒に改修した上で教育された。これには、ヨーゼフ2世の追いフランツ大公との結婚という目的があった。1788年1月、エリーザベトはフランツ大公と結婚した。しかし、 1789年の暮れに判明した妊娠でエリーザベトは徐々に健康を害していった。1790年2月、長女ルドビカエリーザベトを出産したが、翌日にエリーザベトは休止した。また、ルドビカエリーザベトも生後16ヶ月で溶接した。ありがとうございます。